こんにちは。デモクラシー・タイムス山口二郎のええ加減にせいえー。今日も山口二郎先生をお迎えてお、はい、よろしくお願いします。お届けいたします。菅さんはもう崖から飛び降りるようにしてオリンピックを始めることを決め、一体私たち自身も一ヶ月後どうなってんのかってことを全くこう、 想像がつかない状態で巻き込まれてますよね、うん、いやまあまずええ加減にせいは菅さんに言いたいですよね,すよね国民の命をね加減にして爆中打つなんてのは、うん、これはやっぱりね一国の最小としてはあるまじき行為ですよね本当ですよね、うん、と言いつつ、えー、皆様あよく分かってくださってると思いますけれども山口先生ここのところずっと枝野さんの言い訳をして 歩いていてます <laughs> まあね <laughs> あのいろんな市民の集会とかでもね「えなのやる気あんのか?」とかね「野党共闘できんのか?」とかってまあいろんな質問なりお怒りの声を聞くことが多いですが、うん、まあ私はいやそうやってもみんな分かってんだからまあともかくやあの選挙の時に一緒にやるってことは、ね、できるんだ心配するなとか言って一生懸命言い訳をして歩いてますね。<laughs> というとんでもない目にあってらっしゃる山口先生ですが、今日の題名は総選挙まで三ヶ月、もしかしたら四ヶ月かもしれないというところですが、とにかく迫ってます。で、もう最終的には市民が市民の常識に立ち戻って、政党とどうやって付き合っていくかを考えなきゃいけない,い、うんまあ。もちろんね、政党や労働組合も市民の常識を基準に行動してほしい。うん、市民自身もね、民主主義を担う。 ね、常識をしっかりとね、あの、持って積極的に動くことが必要ですね。という話で、えー、では始めたいと思います。はい、えっ、ー、と、まずね、国会が終わっちゃったという、で不信任も、うん、まあ、淡々と否決されて終わりだと、うん、いうことでして、もう、菅さんは国会から逃げるようにしてね、国会を閉会しましたね。うんうん でも、うんうん、コロナ対策も本当に遅れて、もう何というかな、朝礼誤改というか、思いつきというか、うん。で、土地規制法というね、 法律家から見ればとんでもない法律ができてしまいました、ねうん、憲法との関係もどうなってんだっていう気もいたしますし、うん、これなんかあれですよね閉幕未明に参議議院の本会議を通過するという無茶苦茶でしたや本当にね、まあ、まあそれ自身とっても大事な問題だし、うんまあ、多分この「デモクラシー・タイムズ」でもね、うん、いろんな方が問題点を指摘していると思うんですけど。 こう国民の権利を制約する法律をこんな軽々と作るっていうこと自体が、うん、今までの,あの自民党政治にはなかったことですよ、うん、もう一つ言うとあの内閣法制局という役所がやっぱりある意味ゲートキーパーの役割を果たしていた時代であれば、うん、こんなずさんな法律はそこでまず、えー、ダメ を出されて、うん、とても閣議決定。なんかできない代物だったと思いますよね。本当ですね。うん、で、まあ、あと政治と金をめぐる疑惑がね。放置されたままでまあ、例の河合、えー、元法務大臣の買収事件もそうだし、うん、菅原元経産大臣の、えー、選挙違反、うん、もううそうだし、もうなんか大臣経験者が次々辞めるとかね。 ひどいですね本当にだって法務大臣が自分でお金を配って歩くってあんまりっていうかほとんど考えられない気がしますよね。う本当にそでしたねしかもあの何でしたっけコロナの最中に銀座でちょっとお遊びをしていたお遊びをしてい連中が復党するとかねこれねやっぱ国民を愚弄してるとしか言いようがないでね。 国会の終盤でまあ不信任をめぐる攻防があったんですが、やっぱりテレビ新聞の決まり文句でね、野党は迫力がないとかね、うん、野党が非力、無力とかね、うん、そんなことを言う記事が目についたんですけど、はい、野党っていうのはそもそも弱いんですよ。<laughs> 迫力のある野党っていうのは、これはあの、あの慶応矛盾というやつでね、うん、その あれですよ沸騰する氷水みたいな感じですよね <laughs> 迫力のある野党っていうのは、うん、まああの参議院でもしねねじれ状態とかあればねこれはまた話は違うんだけど、うん、完全な少数派だと何言ったってそんなものあれですよ多数決で負けちゃうんですから、ねうん、だから不信任案自体も別にその解散とか総辞職に追い込むことが目的ではないんで、うん、今の政治ここがおかしいんだっていうことを 国民に向かって、こうね、理路整然と訴える。うん。うん。あの、不信任案の趣旨説明っていうのは時間の制約がないんですよね。だから、堂々と演説ができる。それを国会の議事録に残しておくということに意味があるわけで、ね。でも、なんか、今の、その、まあ、それこそ枝野さんを含めてですね。うん、この野党ってこういうもので、内閣不信任案を。 この提起するっていうことの意味っていうのはここに見つけるんだっていうそういう意味の開き直りと自信がなかったのかなって思うんですけど、うん、そうですね。あの2回幹事長が、ね、不信任出されたら解散だぞとかってね、うんまあ、いわゆる脅かしを言ってて、うん、まあできるもんならやってみろって<う>言わなきゃいけないんですよそう思う思んですけどああうんなかなかそうはならなかったところがちょっとね、うん、こう。 じじれるような感じがいたしました、うんまあ後であとで枝野さんのね<っ>あの不信任の演説は触れますけども、うん、それ自体は私は良かったと思いますよ。でねこの状態でオリンピック本当にやんのかってこれはまあ投機的政治要するに賭けというかな、うんうん、一か八かの賭けをしているわけですよね。で菅首相のシナリオというのは。 オリンピックで日本が優秀な成績を上げて国民が熱狂して総選挙で勝利してで自民党総裁選無投票再選で政権長期化という,うまあ菅さんにとってこう,あったらいいこうだったらいいなというシナリオは見えてますね。だけどうそうは問屋が下ろさない。ね だからオリ,オリンピックとコロナの感染がどうなるのか、うん、専門家はすでにいいろんな警告を発しているわけですその手前勝手というかね主観的なあの願望に基づいたシナリオを書いて、うん、それで戦って「あ負けました」っていうのはこれはあの何度も言ってるけど。 えー、太平洋戦争末期の日本の指導者の発想なんですよねだから、うん、特攻作戦でアメリカにあの人たち浴びせて、うん、損害を与えた上であの講和に持っていこうみたいなね、うん、都合のいいことを言ってたけどまあで今菅さんはやっぱそれと同じことをしてる。 オリンピックで国民の雰囲気を変えてなんてそんな簡単なことができるわけがないと思いますよね。<laughs> うん、なるほど。うん、でもまあでも近代の政治だけではなくて、うん、例えばそれこそ企業経営とか、うん、まあ企業まで行かなくてもお店の経営でもやっぱり自分の置かれた客観的な状況を把握して、うんうん、それを分析して何らか計画を立てて。 それを実行するっていうのはごく当たり前のやつですよね。うん、当たり前のですよね、うん。それができないと会社は潰れちゃいますからね,、うん、ね。国っていうのはいろんな犠牲がいっぱい出ますけれども、うんまあ、国民が最後その犠牲をかぶって、うん、犠牲者はのほほんとしてられるんですよね。本当に資材を失うわけでもないしまあ、うん、選挙に負けて政権を失うっていうことがまあ 犠牲者にとってのまあ責任の取り方ではあるんですが、まあそれだってね、そうですねあのその見苦み剥がれるっていうのとは違いますからね。だから負けた時の損失が少ないからこんな無謀な戦いをするんでしょうかね。うん,うん。あと何だかこの不尊さを感じるのは、うん、まあ専門家の人もいろいろ警告していますよね。うん、だけどそれは予測であって、そうなるかどうかわかんないじゃないかっていう、はい。 ふうにもう開き直ってしまっているし仮にそれが当たったとしてもあのウイルスがオリンピックの期間中にバーッと増えてさらにその死者が増えるかっていうとちょっとずつずれていくわけだからまあなんとかごまかしていけば やってるんじゃないかってこのいい,いい加減さがとても見えるところが、うんうん、この菅政権というのの,のいい加減さかないまいやだけど、まあ、オリンピック開催中なり、まあ、あるいは、まあ、パラリンピックも含めたその一連の時期にですね、うん、感染が広がってでも肝心の,その医療関係者がオリンピックの方で忙しいとかね病院が逼迫してて、うん、その感染した人が なかなか治療を受けられないというような危機的な事態って起こりうるわけですよね。うん、なるほどそうなった時に本当誰が責任を取るのかとそうか責任者は不在、ね、不在なんですよねうん,うんでねまあ,あの世論調査を見ると、まあ、オリンピック開催してもいいとかすべきっていう答えがやっぱり増えちゃってるしょうがないからえ、ね、え、ね、あの一月二月前はあの中止っていう声が、うん 多数派だったし、うんえー、地方紙や朝日新聞が中止という社論を出して、うん、やっぱり世の中に相当その影響を与えたんですが、うん、政府が全然その、えー、ちょっとつ盲信というかな、うんうん、突っ走っていてでもうこれは反対してもやるんだなだからもう反対するよりも。 まあしょうがないかみたいな、うん、そういう世論の変化やっぱありますね。うんうん、だけど規制事実に屈服してはいけないわけでありまして、えー、その感染状況の実態をしっかりとまあ関心モニターする、特にそのデルタ株などの変異種の。うん 蔓、ま、延の危険性があるというところですよね。でそのまあすでに外国から選手団が来てその中に感染者が発見されてみたいなニュースもありますからね、うん、そういうことはやっぱりきちっと、あのー、ごまかさずに、うん、社会全体でこう共有しておく必要がありますね。うん、それから一、まあ、一つ一つ、ね、そのオリンピックに向けた こう盛り上げのイベントみたいなものを安全の観点から再検討していくっていうことも非常に大事だと思います。うん、パブリックビューイングをやめるとかね、うん、まあ子どもの感染もこれあの自治体の教育委員会の対応で決めるみたいですけどもすで、うん、にもう学童感染しないという自治体も出てきてますね。なるねでもうう一つ言うならばばですよ、うん、例えば その競技場の中でビールを飲む会て,てそするああそ, <laughs> でそれはあ,のあるビールメーカーがオフィシャルスポンサーだからなっていう、うん、これはねひどい話ですよ、うん、こんだけ一般の人々にね禁酒を強制自律上強制し事業者に大きな損失を、ね、あの強いているのに。 オフィシャルスポンサーのビールを飲んでいいよとかって言ったらこれはもう不買運動を起こすぐらいのね <laughs>、うん、問題ですよほんとに死に滅裂なことに慣れ、うん、てきてしまいそうでもうもうめちゃくちゃですよ本当に、うん、はいでとりあえず9月か10月の総選挙の前、うん、東京都議会選挙という非常に大きな選挙、うん 政治イベントがありますのでまずここでですねその総選挙に向けた野党協力まあ市民と野党の結集の力試しをしようと。うん、うん。ここはね割と私楽観的なんですよ。あそうなんですか捨てる楽観的なんです。あへというのは、うん、あの都議会選挙では立憲と共産のその都の組織の間での調整がかなり進んでおりまして。 東京都の中の立憲の組織と共産党の組織のですね、ええ。候補者の住み分けとか一本化ができてんですよ。で,すで、例えば立憲のこあで都議会ってまあまあ世田谷区みたいな大きい選挙区もあれば、うん、あの、えー、千代田区とか武蔵野市みたいな一人区まで、うん、いろんなのがあるんですけど、特徴的なのは定員が二とか三とか四とかの抽選挙区で。 その自民党も強い公明党も強いっていうところで立憲と共産が事実上候補者一本化してるっていうパターンが結構あるんですね。なるほどで例えば中野区渋谷区なんていうのは立憲の候補を共産党が結構マジで応援するあの小池職局長なんかも渋谷区の応援に入っていますね。 各クモース私もこの間の日曜日に、うん、あの北区の赤羽駅前に行きまして、うん、共産党の現職の方の応援を一緒にやりました、うん、でそこにはあの小池晃さんももちろんいたんだけど、うん、立憲民主の石川大学君っていうあの LGBT の問題を一生懸命やっている,てる、ね、あの参議院議員も。うん 応援に来てね。うん、あの、車の上でマイク握ったんですんで。でね、もう、これは、だから、お互いに、こう、応援するっていうこと、もう、わ、わ。何の問題もなく、何の障害もなく、進めておりまして。これはかなり、こう、効果を発揮するだろうと思います、ね。これっていうのは、その、一人区で、一つの議席を、その、まあ。 与野党で争うっていうところではなくて、うんね、と何人か議席はあるけれども放っておくと放っておくと、<laughs> 自民公明都民ファーストで取っちゃうみたいなああ、そっかそこの一角を崩すっていうことになるわけですね。うん、なるほど。で で,はい、でねこういう動きに対して、うんまあ、連合東京が、まあ、強く反発をした手塚さんっていう立憲民主のね、うん、あの衆議院議員が共産党系の、まあ、新聞に登場して一緒にやろうみたいなことを言ったら、うんまあ、それを捉えて、うんまあ、連合がイチャモンをつけたと、うんうん、で、まあ、時事通信の記事をここでね引用してますけども、うんえー、連合東京は、うん、共産党と組みしない。 違反行為がある場合は、推薦等の支援を取り消すと。言って。<チ>共産党との接近を牽制した。言ってるんですけど。<laughs> うん、どうなんですか。いやいや、でね、私はこの。記事が出たわりとすぐ後に、うんえー。長妻さんとテレビの番組でご一緒したんですが。うん、もう長妻さんはもう吹っ切れてましたね。うん、どんなふうに。いや、あの、連合東京というのは。 まあもちろんねあの連合の東京の地方組織で、うん、東京にあのいる労働組合の,、まあ、あの地域的連合組織なんですね。うん、ただこれ小池都政の与党なんですよね。で,ねで、から都民ファーストの候補も結構推薦してる。うん、だからさっき言ったように自民公明が固くて、うん、最後の議席を都民ファーストと共産党が争うみたいな。うん 文京、あのーね、区、ね、武とか、うん、北区とか豊島区とかそういうとこだとやっぱり連合東京にとっては共産党は敵なわけですよ、ね、なるほどなだかどそんなことはね都民にとってはどうでもいい話でして <laughs> でねまああえてもう今日ははっきり言います、うん、連合東京ってどれほど票を持ってんの、うん、偉そうなこと言うんじゃないよとおお<ー>、うん、出ましたね。ということなんですよ。 どののぐらいい票を持っているんですかわかりませんけどね <laughs> <laughs> だってさその、まあ、形の上でね、うん、連合系の労働組合に所属してても選挙の、うん、まず選挙に行くかっていう問題、うん、それからその選挙の時にじゃあ連合組合が応援してるからこの人に出ようかっていう人が一体東京にどれだけいるのかねと。 なるほどそうすると,とす、ね、例えば前線とか、うん、あそこは流通ですから、ええ、東京でも行って組合員の人は数がいると思います、うん、それからあのそれ以外にも東芝だとか日立だとかそういう工場もあったりして。うん,んで、うん、てねいやだからその、まあ、地域によって比較的そういう組合員が多い。うん 自治体もあるんでしょうけど、うん、まあ東京っていう大都市って考えてみればですよ、うん、東京の会社で働いてそこの労働組合に所属してても家は埼玉とかさ。 う <laughs> なるほどそう,いうそうすると、うん、その束になって票をつかんでるっていう組合とはまたちょっと違うんですよううです、ね、だからやっぱり東京における連合のね、うん、存在感ってのは実は小さいんですよ。なるほど、ねそうなんうん、で長妻さんや手塚さんはそこはもう見切っちゃってる、うん、連合のご機嫌取るよりかは共産ときっちりあの調整つけてお互いにギブアップテイクやろうがよっぽど 勝ててるとそこは判断してますね先ほどの記事が出たのは、うん、この小池都政の与党であり都民ファーストも推薦している連合の立場として、うん、小池都政与党だった都民ファーストが今回はもう本当に壊滅と言われていて危機感があるところに持ってきて、うん、都民ファーストの現職が持っている議席を、うん その立憲と共産の連合で取られそうになっているっていう焦り、うん、そ,うそ,うそ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 うこななんですよなるほど、うん、うんまあしかしそれだけにとどまらず、はい、野党共闘をめぐる波風はいろいろ立っており、まあ、<laughs> 次はちょっと私もあんまり能 <laughs> 天気に楽観はできないんですけど <laughs> <laughs> ほ,ほ,ほほほっていう感じですねほんとにまた打ったかっていう。 6月17日連合の中央執行委員会に枝野さんと玉木さんが出席をして話し合いをしたんですね、うん、でそのあと、うん、いわゆるぶら下がりで新聞記者にこういうことを言ったと、うんえー、共産党との関係について、うんえー、連立政権を考えていない、うん、でここが大きな見出しになったわけですね、うん、でねあの全部読むと「うん 枝野さんが言ってることは別に新しいことではないんです。これ言っていることをちょっと整理するとこうなる、はい。つまり閣僚を出す。フルスペックの連立政権はできない、うん、これはもう前から立憲サイドは言ってることですえ、私も言ってます。うん、うん。まあ、あの要するに昔あの社会党が細足。官政権に参加した時に自衛隊等をめぐって党の。 政策と政権の政策は違うっていう使い分けをやろうとしたけどやっぱそれはね無理なんですよ。政、うん、政権に参加する以上は基本的ななな策をやっぱ共有しなきゃいけないけというのは政党政治の一つの理屈だと思うんですよね。うん、だとするとやっぱ共産党が現状のままでその閣僚も出すような連立政権に参加するって正直無理があると思うし。うんうん、あの 共産党自体もきついですよ、ね、連立政権っていうのはやっぱり党の指導部がかなり大きな裁量を持っていろんなことを決めていかなきゃいけないわけですから民主集中制っていうその党の運営方式を持ってる共産党がそういう連立政権に参加するっていうのはやっぱ共産党自身の中でいろんな問題が起こると思うんですよね。そこはやっぱ共産党で整理つけてもらうべきですよね。うんうん で枝野さんが言ってるパーシャルな連携っていうのは従来から私自身も言ってますけど主犯指名選挙で協力これはすでにあの去年の秋の臨時国会で実,実現をしたことですよね。それからまあ当然政権を取ったら予算とそれからまあ選挙協力の中で作った共通政策。 の実現これについてては賛成してもらうと、うん、これがパーシャルな連携っていうことの中身で、うん、まあこれをまあ私は今のところ格外協力と呼んでいますけどもね、うん、まあパーシャルな連携でもいいと思うんですね。 そしてその候補者の一本化っていうのはもうデフォルトこれはもう、うん、自明のの前提規定の路線だと、ねうん、だから枝の発言っていうのは別に新しいことを言ってるわけじゃないんだけども、うん、もうちょっとやっぱタイミングとかね、うん、言い方については気をつけてほしいなと。で, <laughs>、うん、でこの解説を聞いてさっきのこの「波風」と言われた発言を見ると、うん、そう大したことを言ってるわけでは ないんです。ですないんです。けども、やっぱりね、新聞記者、と <laughs> りわけ読売とかね、産経とかの記者は、うん、立憲と共産の隙間風とかって書きたくてしょうがないわけですからね。うん、それにね、餌を投げるようなことをね、ぶら下がりで言うってのは、やっぱちょっとね、党首としては不注意、うん、軽率だと思いますね。なるほど。で、えー、言われた、 共産党の方の方反応もねやっぱ正直まあお気の毒というかう,ん、うんとねまあ今まで本当に野党協力には共産党がもう大きく譲歩をして、うん、あのいろんなそのご苦労をいただいてきたわけなんで。うん その共産党との連日しないなんてことがボガンって大きな見出しになっちゃうと「うんうん、俺たちは何のためにあの協力するんだ」っていうね、うん、なんかひたすらこうあの立憲民主のわがままに付きあってこう貢、うん、いでるだけかみたいな、うん、そういう反発は出てきて当然ですよそうですね。うんでうん これについてあの共産党の京都府委員長の渡辺さんという方のツイートが、まあ、ある意味私たちにとっては模範回答なんですね、うん、雑念を拝してその枝野さんの言ってることを見ると、うん、うーんどんな協力協同が可能か大いに協議の余地があることがわかる。うんうん、ということで、うんえー、障害が起こって文戸が閉ざされたとは考えていない。 っていう認識が正解まあこれが今のところねその共産党の主要な方から出てきている、うん、あのリアクションなんですよ。うん、だからまあ私たちその野党共闘を進める側としてはまあまあこれにす,すがって <laughs> なんとか共産党の皆さんあの、うん、ね、うん、ごあ,のあんまりそっぽを向かわないでもうちょっと一緒にやりましょうねみたいな。 まあ<う>でもまあよくここまでその切れずにお付き合いいただけてるなって。 立憲の方は思わなないいですかね本当にそうだと思いますよ。だって広島でも本当に縁の下の力持ちだったですし他の選挙でも本当に何ていうかしら現実に人を動かしてビラを巻き動員をかけっていう電話かけをするとかいう最も基礎的なところの活動を相当になってらっしゃるんと思いますよね。 でね、まあ、あの、立憲民主はなぜ連合にそんなに気を使うのかという声も、<う>あの<だ>市、市民の中からはいっぱい出てます。<laughs> もうあんなものはいいから。<laughs> あのね、だから枝の発言の後ね、<laughs> ネットとかツイッターの世界ではね、もう連合バッシングってか、連合、<laughs> 憎しみたいなもうポーズは自民党の回し者みたいな構図にりましたよそうそう,そう市民派の皆さんのね <laughs>、うん、ブーイングがもうすごかったですよね。うん、ただまあ一つ説明しておきますとさっき申し上げた東京のようなあの状況というのはやっぱり例外的なんですよ、ね。うんうん、大都市じゃない地域で選挙をしていく、うん、圧倒的に自民が強いみたいなね、うん、え場所で まあ野党の候補との枠一本化してさあ選挙やりましょうっていうことを実際に進めていくときにはやっぱりねこのそれぞれの,あの自治県レベルの連合がやっぱり選挙を担う実動部隊になるわけなんですね。連合参加のいろんな賛別が手掛けして 野党候補の選対を取り仕切るわけですよね。で、まあもちろんね路線的には自治労・日教層を中心とした旧総表系の、まあ、左派的な組合はまあ立憲と近い、うん、あとまあ、えー、情報漏ンとか JP とか郵便局ですねとかまあまあ中間的なところもあるし、うん、まあ若干保守的な電気とか電力とか。うん 遊泳前線とか、まあ、い,いろんな三別があるんだけど、その三別、どの三別がどの候補につくかってったらそれぞれ県の事情でもう決まってきてですね、あの、立憲の三別、あの、選対を全部自治労と日教祖で面倒を見るっていうことではないんですよね。なるほどね。う,ん,うん。でね、あのー、やっぱり選挙の実務っていろいろ大変で、 あのもちろんそのポスター貼るとかね、うん、それから集会を、えー、企画して動員をかけてとかね、うん、駅前でビラ配るとかねポスターにシールを貼るとか、ねえー、そう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 いう細かいこともありますかね、うん、まあいろんなあの仕事がいっぱいあるんですねでそれには当然人手がいる、うん、でアルバイトを雇うわけにいかないんですよ、ねうん、これ選挙違反になっちゃうから。うん そうするとやっぱりね連合にかなり依存せざるを得ないという現実がある、うんうん、だからまあ東京の立憲の候補はもう連合なんて関係ないよって言える状況の中で選挙やるわけだけど、うん、まあ地方だとなかなかそうも言えないだからまあやっぱり連合として支援してくれるっていうふうにまあ一応ね今全体の方針がなってますから、うん、まあそれを 頼りにして、まあ、連合の力も借りながらやっていくっていうことでこれもね実は地域差がとっても大きくてその連合自体がもうこの56年前のその野党共闘参議院選挙の戦いに参加してきてこうある種こうネットワークの中にこう入るという経験を蓄積してる場所が あります例えば、まあ、一番強いのは新潟、うん、か長野、うんかまあ、宮城なんかもそうですね、うん、あと,あとまあ北海道もそうだな、うん、そういうところだと、まあ、その連合の一番上の,、ねうん、あの方で民間産別が「わわ」とか言ってもね県レベルの連合はまあそういう民間産別も含めて、うん、まあ一緒に戸上やって、うん、選挙ってやっ,やっぱ勝つもんだみたいなねリアリズムを持ってるわけですね。<laughs> なるほど うんだからまあそういう長野や新潟や北海道のような人間関係ネットワークっていうものをねいかにこれからより多くの場所で作っていくのかということが大きな課題になると思いますね、うん、なるほどやっぱり体験ですよねそうなんですよだから長野みたいに、うん、まあ一緒にやってしかも勝っているっていう経験があるところでは、うんうん、自分がたちが今までやってきたことについて自信もあるから、うん 多少中央の方でいろいろ雑音が入って、うん、この間の選挙の時みたいにその選挙協力の協定書がどうだたらとかっていう騒ぎになったとしても足腰、うんうん、支えてる下の方は 動かないって揺れないってこういうことです、ね。地元の信頼感も全然傷つい,傷ついてないわけですよ。そういうところが増えれば、ね。そう。いかにそういうところを作るか。でね、やっぱこれもね、どうも投稿制定っていうかね、うん、やっぱ参議院で勝ってるところはうまくいってるわけですよ。<laughs> 岩手県なんかもすごい共産党も含めて今、タスト知事の与党を形成してますしね。う,ん,うん、そういう意味で、やっぱり、勝つから、 信頼感が強まる信頼感強まればまあさらに勝てるっていうね、うん、こう好循環がありますよね。うん、で西の方はなかなかねそこまでこう共闘が成長してきてないんですがです、うん、やっぱり総選挙に向けてねあのやっぱそういうネットワークを作っていかなきゃいけないと思います。で、まあ、選挙に向けて共闘をどう作るか。 やっぱりねまあ連合の分からず屋の声を小さくするためには <laughs> 先生が分からず屋と言いますかねはい <laughs>、えー、都議選の実績をともかく上げる、うんね、立憲共産でやっぱり20代の後半ぐらいまで議席を取れれば、うん、これはやっぱり掘、ね、ほれ見ろと、うんね、共産党としっかり、えー、手を組んで協力をすればこういう結果になるんだ というこでねあのまあ国民民主党の、うんまあ、人たちにも、うんまあ、私たちは、まあ、野党共闘で一緒にやろうよっていうんですねで、うん、国民民主、まあ、要するに連合の民,民間右派、うんまあ、この辺の発想でいくとね、まあ、共産党の票は欲しいけど表で <laughs> いいこのわがそまれまです<笑><笑>実は2009年の民主党が圧勝したあの衆議院選挙の時に共産党が小選挙区に候補出さないっていう対応をして事実上その自民党以外の票を当時の民主党に固めたっていうまあインフォーマルな野党協力があった。うん それはあの裏で小沢さんと C さんが話をしていたっていうことも言われてます。うん、まあ私は確認してませんけど。うん、でまあ要するに共産党が出さないっていう形で協力するっていうのがいいんだっていうのがまあ国民民主とかね連合の言い分なんだけど、うん、それはちょっとわがまますぎますよねっていう。<laughs> そうですね。うん。うん、それはやっぱり共産党だって政党なんだし特に比例の戦いがあるからね。うん、うん、候補者出して。 一生懸命キャンペーンしたいのは山々ですよ。うん、でありましてやっぱりもっとね積極的な目標を共有するっていう形の野党共闘をしなければいけない、うん、これは私はもうともかく口を酸っぱくして言います。でもう一つね、うん、今日のタイトルで「市民の常識に立ち戻れ」って言いましたけど。うん やっぱり選挙に向けてそれはもちろん政党なり組織労働組合なりいろんな言い分なりいろんな利害があるのは分かります、うんうん。それはやっぱり政党にとって選挙で票を増やすってことは最大の目標ですから、うん、そのためにいろんなことをするのは当然なんですけれどもやっぱりこう今の日本の政治をおかしいと思う市民の当然の疑問に答える。 あるいはその変えてほしいという市民の当然の願いに応えていく。これがやっぱり政党の最大の任務ですからね。うん、その内側の、あるいは支持団体の利害で、わけのわかんないことをしてはいけない。うんうん、その意味で、やっぱりね、枝野代表が野党第一党のリーダーとして、うん、局面を切り開く。要するに枝野政権を作りたい。で、理念はこうだ。 そのための選挙の体制について、えー、国民民主にも共産にもそれぞれこういう役割をお願いしたいということをねやっぱり枝野が自分で言ってねで協力を頼むっていう形でね、うん、説得をする頭を下げるっていう場面が必要じゃないですかね。 うんそういう芸当が枝野さんにできますか、ね、いやいやもう「できますかね」じゃなくて「しなきゃいけないんです」<laughs> 本<当>に <laughs> いや、うん、であの6月15日ですねあの内閣不信任案が採決された日の「朝日の夕刊の素粒子」っていうコラムでね、うん、不信任案同時に全選挙区で野党統一候補を発表できれば迫力が違ったのにってああまあ本当にそうだと思うんですよね。つまり もう俺たちはあの準備万端整ってる、うん、変われっていうそれがやっぱりねあの政権交代を求める野党の、うん、やっぱりね取るべきあのう、ね、対応ですよねなるほど、うん、枝野さん自身の中にこの次の選挙ではダメかなその次の次ぐらいかなとかっていうのがあってそこが正直に出てしまうのかしらまあでもね、うん、あの 内閣不信任案の趣旨説明の演説の中ではやっぱり自分が政権を取ってこの国を救うんだという気持ちが溢れていたと私は思いますから次の次なんてことをのんきに考えているとは思いませんけども。で、えーっとまあ、政治情勢全般になりますが。はい えとやっぱりねコロナ危機って、まあ、もちろんそのいろんな犠牲が出て、うん、大変なその危機ではあるんですが過去30年40年ぐらいの世界の大きな趨勢流れを転換する非常に大きなあの転機、うんえー、きっかけになっているということを感じるんですね。うんうん あのまあ、ここからはちょっと政局を離れた、うん、ちょっと学者っぽい話をしますけどもあのやっぱり新型コロナウイルスの危機というのは新しいリスク、うん、巨大なリスクの襲来を、うんうん、まあ意味するわけでこれはもちろん自己責任では対応でできないわけですよね振り返れば1980年代からレーガン サッチャーの時代からいわゆる新自由主義始まってる小さな政府がいいんだとあるいはその資本主義市場経済の中で金儲けこそが神聖なものなんだみたいなねイデオロギーで規制緩和民営化減税などなどの 政策が進んできたわけですがまあこれが大体40年ですよね。ですよ、うんうん、でコロナ危機をきっかけにやっぱり公共的なもの政府の役割、うん、これをねしっかりと再確認していくっていう雰囲気が世界的に広がっている。うん、で日本の,この総選挙もそういうい 世界の潮流を受け止める日本でも実現するその機会にしていきたいと思うわけですね。だから市場の限界を踏まえてつまりお金儲けしか頭にないっていうことだとやっぱり人の命を救うとかね、うん、あるいは人権を守るといったようなその公共的な価値は守れないわけね。うん、市場の限界を踏まえて その財サービスを提供していくそしてその公平・公正情報公開という手続きを遵守していく、うん、民主主義によって選ばれた政府が、えー、その政党に権力を使い仕事をしていくと。うんうん、でやっぱり個人の責任が及ばない理由によって生じる不幸については政治が対応していく。 うん、これがやっぱり、ね、基本理念だと思うんですよね個人の力ではどうしようもない理由で、うん、まあお金に限らずいろんな意味で不幸な状況があるとしたらそれはその個人が頑張れっていうことではなくて。 その原因を作っている社会を変えるという意味で政治の責任なて、うん。そうなんですよね。ううねだから政治の出番なんですよね。うん、今。なるほどね。でね、日本は、ほれ、あの東芝と経産省の関係とかね。<laughs> 平井デジタル大臣のあの、n. B. C. ダメっていうね、発言とかね。うん、およそ公平公正じゃない。あの政治と経済の何とも得体の知れない、も、うん、たれ合いみたいなものが。 ずっと続いてるわけですよねであるいはその中抜きなんていうのも、うん、本当にこう公平なあるいは公,公正な市場の活動じゃないですよね。うん、ね政府が発注する仕事を独占的に請け負ってでその法外な手数料を取って下請けに回すみたいな、うん、右から左にあの仕事を動かしてそこでさや抜くみたいなね。うん とんでもないビジネスモデルが、うん、そのはびこっちゃってるわけですよね。うん、なるほど、ね、でまあグローバリズムっていうのはまさに冷戦が終わった後この30年間世界を覆ってきたわけですよね。うん、でこれもさっきの新自由主義が世界レベルに広がったっちゅう話で要するに労働力ってのは単なる商品だと。うん、だから 労働力を使う企業から見れば安ければ安いほどいいとそういうことで、うん、従来その100年かけて労働者が勝ち取った権利っていうものをどんどんこう掘り崩していくわけですよね、うん、で非正規あるいは請負いといった従来の雇用法制や労働権っていうものが及ばない働き方がどんどん拡大していく。うんうん まあ、そしていろんななものが商品になる例えばまあ日本では水道の民営化なんて話もありますしねいろんな公共サービスですねその公的施設も指定管理者に回しちゃうとかね、うん、あるいは病院もあの公的病院がどんどん民間に移されちゃうとかね、うんえー、そういったことでまさにそのコロナ危機の中で。 日本でも医療体制の不足、うん、保健所の不足、うん、あるいは医師・看護師のマンパワーの不足っていう、非常に目に見える形で問題が顕在化したわけですよね。そういうインフラをしっかり守るってことが今、政治の課題です。うん、で、雇用の劣化に関して言えば、あの、堅牢地っていうイギリスの監督が、 家族を思う時っていう映画をまあ作ってこれはウーバーイーツみたいにね形の上では自営業っていうことで荷物の宅配ですねアマゾンみたいな感じの宅配を請け負うあの男性とその家族のまことに悲しい物語つまり過酷な労働の中で体を壊し家族もそのしわ寄せで心を病んでいくっていうそういう物語でこれ出口がない。 ど雇用の規制緩和人間を利益追求の道具として扱う風潮に対する怒りをやっぱりここで我々は持つ必要がありますねなるほど他方でコロナ危機っていうものは、うん、そのまさにグローバリズムに差をさして、うん、散々その金儲けをしてきたあ従来のヒーロー。 うんうん、大金持ち金儲けの天才たちのモラルハザードやハレンチも明らかにしているわけですよね。例えばあのイギリリスの大富豪リチャード・ブランソンソという人物がいてこの人はのあのバージン,アト,レンアトランティック航空をはじめとしてあのタワーレコードとかいろんな会社を経営している大富豪ですよね。うんうん、でご承知の通りコロナの影響で航空業界はもう 大損害を受けたと、うん、そこでまあバージンアトランティックは政府に緊急援助を求めたと、うん、ところがブラッソンはあの書類上の住所をイギリスの国外に置いてイギリスに所得税払ってないっていうことが明らかになったと、うん、つまりグローバリズムの中でまさにそのタックスヘイブンに会社の個人も拠点を移して 税金を合法的に免れるっていうのを何かあたかもね、うん、合理的なことだというふうに、うん、もてはやしてきた風潮がありますよね。でさっき言った公共サービスを立て直すっていうこともさすがにコロナ危機をきっかけに、まあうん、議論は始まった。 でこれはあの、ね、去年の5月か6月かあの医療従事者への感謝のお気持ちを表すってんで <laughs> 航空自衛隊のブルーインパラス、うん、ルンパラスが東京の空を飛んだっていう時の様子ですね。うん、だけどうん感謝の気持ちは煙のごとく消えていくわけですね日本の場合は。<laughs> なるほど。<ー>うん、でこれはあのイギリスのあのー NHS、ナショナルヘルスサービスというあの医療制度を守る,守る,守るという、うん、市民運動の,あの出している意見広告なんですね。<ー>で、そこの看護師の女性が、うん、I can't eat a p alls って言ってるんですね。拍手を食べることはできない。つまりみ、うんなあ,ありがとうってってね、拍手してくれても私のお腹いっぱいになりませんって言うですね。 イギリスのあの医療制度っていうのはもうサッチャー以来、ね、どんどん予算を減らされて、うん、あの医療スタッフは劣悪な条件で働かされているわけですよね。うん、そうでしたね。で、そのあのポスターの下のところですね。うん、Maybe vote for someone sensible next time って書いてるんですね。うんうん、つまりあの次の選挙ではもうちょっと物の分かった人に投票しようよ。 って書いてるわけですよね。うん、うん。まさに、私たちは今度の総選挙で、うん、この。サムはもうアセンシブル、あのもっと物のの分かっている人に投票しないと。うん、私たち自身の。命や生活が危ういってことになるわけですね。すねこれはまあ、あの。イギリスのその医療予算の変化を示した。あの図なんですね。うん、で、まあ、サッチャー時代に。かなり減らされて、うん、まあ。 労働党のもとでちょっと増やしたんですけどまたその後の保守党で減らされたっていうデータです。で今言ったその,新自由主義からの転換という動きはアメリカでで顕著です、うんねまあ、バイデンっていう人はねあの予備選挙の段階ではなんか年取っててその長年上院議員やってた政治のインサイダーで、うん なんだこの爺さんはみたいなね、なんか期待をされてなかったんですが、うん、実際に大統領になったらもうこれは驚くような表辺ぶりですよ。うん、なるほど、うん、そうなんだ。政策転換をどんどん進めていってます。うん、はい。で、まあねやっぱり私たちはね政党政治 のモデルとしてアメリカの政党からやっぱりもっとあの学ぶことがあるなと思うんですねっていうのはアメリカはもちろんその議会は小選挙区制だし大統領っていうのも一個の椅子を争う選挙ですよねだからやっぱり二大政党制なんですよでまあ共和党が右民主党が左ですねでその民主党っていうのは実はあまあ共和党の方だけど。 綱領ってないんですよあの4年に1回大統領選挙の時に、うん、大統領指名の党大会でその大統領選挙の政策プラットフォームってを決める、うん、それが事実上の公領なんですねだからまあその時々の状況に応じてそのプラットフォーム公領を作るわけであの民主党っていうのは言ってみれば大きな器入れ物なんですね。でうん、最近あの特に あのー、リーマン・ショック以降、うんあのー、ウォール・ストリート選挙なんかの運動もあっていわゆる左派が民主党の中にこうかなり増えてきた、うん、元気がいい、うん、若い人も大勢いるでバーニー・サンダースとかね、うん、エリザベス・ウォーレンとか有力な政治家もいるんですねで左派のまあ元気のいい活動家とか若者学生女性、うん、こういった人たちも民主党っていう面の中で戦うわけですよ。で、うん まあ、もちろんその予備選の段階ではそれぞれサンダースとか応援するんだけど、うん、バイデンが勝てる候補者になったらバイデンをちゃんと応援しながらでもバイデンの政策に左派の主張を最大限反映させるという現実的な方法を取るわけですよね,なるほどねだからねあいつ気に食わないからやんないとかね党を呼んでるとかそういうこと言わないんですよ。<laughs> アメリカの場合は <laughs> そうか翻って日本を考えるとつまらないとこでいろんなことが起こるなっていうことですね。いやだからねやっぱりその小選挙区の下での政党政治の,その経験の蓄積がアメリカとかね、うん、まあイギリスもそうですけどねあるんですねと、うん、いうことで、えー、今やアメリカはもうその金持ち優先小さな政府との決別をはっきり打ち出しています。 本当いやまああのバイデンが打ち出してるね、うん、あのコロナ対策ってさ、うん、あの7兆ドルとか要するに80兆円ぐらいっていうこれはねやっぱ桁が違うわけですよね。 だから必要なところにはもう物量,物量で解決できるものにはもうお金をいくらかけてもいいから物量で解決するっていうこのアメリカの,せあの政治史の専門家の本を読んでて、うん、さっきも言ったようにこう3三4 0年ごとにこうそのリベラルと保守のこう行ったり来たりがあるということを。うん 感じますねで、うん、例えばまあ60年ケネディが出てきた頃はやっぱり黒人解放公民権、うん、貧困との戦いってまあリベラルの時代がしばらく続いた、うん、それからまあ20年経った80年っていうのはレーガンが登場してきて、うん、でまあ新自由主義をどんどん進めて。うん でまあ、92年にクリントンが当選したけど、まあ、クリントンもその経済政策に関してはやっぱり規制緩和、うんうん、小さな政府路線だったわけですよね。うん、でそれで、まあ、あのヒラリーは負けちゃったわけですけどね。うん、で、まあ、その80年以来の新主式時代が続いてで2020年、うん、久しぶりにその本格的な リベラルへのその転換が起こったっていう、うこうその振り子が今リベラルの方に触れてるっていうことうん、うん、なんですね。なるほど。うん,うん。まあ日本とはいろいろ違うところはある。いやまあでもね、やっぱそこで大いに学ぶべきことは多いわけですよね。なる、はい、で、まあ4月の末にバイデンはあの連邦議会で施政方針演説をまあしまして、えー、まあ印象的な あの部分もちょっとコピーしたんですけども、うん、まあ一つはインフラをを更新すするるためにどんどんん公共投資をするぞっていうあまあアメリカの場合はね1930年代のニューディールの頃にかなり公共投資をして、うん、それから100年近く経ってもう相当傷んでるからこれ立て直すっていうことですねそれから、うん、えと医療、うんうん、社会福祉をしっかり立て直すぞっていうことで。<あ>えー それから労働組合を奨励してるってなかなか面白いですね。ああすごく面白いですね。ねうん、あのウォール街がこの国を作ったのではない。うんね、中産階級がこの国を作った。労働組合が中産階級を作った。 うん、というわけですよね、うん、だから労働組合の権利を支援する、まあ、あのアマゾンで労働組合を作るっていう動きが、まあ、ちょっと失敗しましたけどバイデンはやっぱり労働組合を作る動きを応援してますよね。うん、最低賃金上げるぞとかねでもこの、うん 労働組合の,の活動についてすごくなんかこう、援護するっていう姿勢とか、うん、最低賃金を上げようとかっていうのは、うん、正直言ってアメリカの感覚からすると、うん、今までのアメリカの感覚からすると、すごい赤の路線ですよ。そうですね。レフトとかね、うんうん、ソーシャリズムっていうかね。そう。だから相当抵抗のある。 う本当だったら政策だったと思うんですよ、ね、だけどねやっぱり本来であれば2008年のリーマン・ショックの時に貪欲な金融資本主義に対してもう痛烈な罰を下すべきだったところなんですが、うん、オバマがちょっとそこは十分できなかったですよね。でそ,そこにこのコロナ危機が重なってきて、うん、やっぱり金儲け優先じゃ国民の生命生活を守れない。 っていう認識が広がってるっていうことは間違いないと思ういですね。う,うん。でもう一つ興味深いのはあのトリクルダウンは起きないとはっきり言ってること。<laughs> これはいいですね。日本では散々トリクルダウンでみんなの生活が良くなるから <laughs>、ね、今は上の方の人たちがすごく得してもいいんだって、うん、こういうのが続きましたけどね。えー、うん。ええー、最も豊かな1% の富裕層にも公平な負担をしてもらう、ねうんうん、安倍首相は日本を世界で最もビジネスのしやすい国にするなんて言ってましたけどね <laughs> まあそういうことを言ってちゃダメな時代が今来たんですよ。なるほでそのトリクルダウン理論は一度も機能したことがない、えー、そうなんのねこれは誰かかさんに聞かせたい。というわけで。 世界における新自由主義脱却、うんね、リベラルの復権という大きな流れに合わせて、まあ、日本でもそういう方向での政治の転換を進める時がいよいよ来ているというのが、うん、まあ今日の最後のお話ですね。はい、で、まあ、このもはや先進国でなくなりつつあるっていうのはもうオリンピックを見てもコロナ対策を見ても,、うん、も明らか まあ経済の面もそうですけどそういう数字を知らなくても日本のこの政策決定の状況とか政治の状況を見ているといやこれを一流国とか先進国とかういさっきの,あの平井デジタル大臣の話とかねえもうこれ途上国の独裁者の発想ですよね。 でねやっぱり自民党政治って基本ゆで返る路線なんですよ大丈夫大丈夫っつって国民をその根拠のない安心感に包んでね <laughs> 政治の現状を維持していくっていう。うであの枝野さんが不信任案を提出した後その趣旨説明を行った演説は先ほど紹介したバイデンの 施、うん、政方針演説から相当学んでるんじゃないかという感じがしますね、うんうん、だ例えばエッセンシャルワーカーが疲弊してると現場の使命感だけでは支えられない、うんうん、だから何とかやっぱり公的な支援をしっかりしようという部分ですとかね、うんうん、そうかあとはそれから税制の問題も、えー、所得債分配機能を高め中間層を取り戻すと。 うん、で法人税の累進税率とかね、うん、所得税の最高税率引き上げるとかあ金融所得の分離課税、まあ、要するに株なんか売った時の,、うん、あの分離課税も強化するとかね、うん、こういうことで非常にあの全体的にねあの負担を適正化公平化していって富裕層に負担を求め、うん、中間層から低所得層 を支えてていいくという路線がはっきり出ております。あ<の>でねネット上の論争を見ると相変わらずね枝野は緊縮とかね立憲民主はあの経済に冷たいとかね言ってる人がいるんだけどそれはもう言いがかりなんですよ。うんうん、やっぱり立憲民主はそのバイデンと同じで中間層を取り戻す。 富裕層に課税を強化していいく、うん、こういう路線で,すで、まあ消費税の税率をねどうするかっていうのは、うん、私はもう抹だと思いますね、うん、ここで枝野さんが言ってるような、えー、所得税法人税、えー、社会保険料、うん、資産課税それから消費税っていうのを、まあ、全体として結びついて考えていくならば、うん、消費税率を別に下げることっていうのは 国民にとってはそれほど大きな恩恵にはならないと思いますね。そか、まあ、消費税という税の仕組みが良いいののかっていうのはまた別の問題、ねうん。まあでもね安定財源っていうのは必要になるわけで、うんえー、MMT みたいにね、まあ、いくらでも借金すればいいんだなんてな、うん、そこはもうめちゃくちゃな議論なんでさすがにそれはやっぱり野党としてはそれは取るべきじゃないと思いますね。うんうんで うん連帯と相互支援の社会を作ると言ったんですね弱者を救済するんじゃなくて必要とする人をサポートしていくっていうことで、うん、まあ私はこの枝野演説は次の総選挙に向けた、うん、野党の政策のまあ理念的なあの枠組み背骨になると。るここはまあ あ、割と甘い評価をしたいですね。<laughs> まあ、うん、評価をして支えていこうということですが、うん、まあ世界的に見ても今回私たちが直面する選挙は大きい。大きい意味を持つわけです。うんうん、やっぱりね、あのいつまでもね、そのワーブミクスとかね、うん、経済界重視の路線じゃダメなんで、うんまあ、国民の生活を担う支える。 政治を実現していく、ね、それから特に日本でもやっぱり女性の権利、うん、選択的夫婦別姓とか LGBT の問題もありますし人権を守る差別を許さないってことこは大事ですよねそしてまあもう一つ、まあ、あの外交安全保障の話はまた機会を改めてい,い,いずれやりたいと思うけど、うん、やっぱね戦争は安全保障の手段じゃないっていうことは日本では特に大事な。 理念だと思いますね、うん、でそこら辺をしっかりと打ち出して、うんえー、対立の軸を明確にしてほしいなと思います。うん、なるほどということで、えー、元に戻りますともう本当に、えー、正直言って目の前に総選挙ががぶら下がってきてきいますで、えー、野党の準備が十分かというとお大丈夫かな っていう状態なわけですが。まあ、あの選挙協力 <laughs> 候補者調整はパタパタってもう。に、に、一夜漬けでやるしかない。んですよ <laughs> もう、それでできるんですよ、うんで。できるところまで来ております。はい、で、えー、やっぱり、でも、あの選挙を最後に支えるのは。一票一票を持って地、地道に活動する市民。 だろううと思うんですねですから、まあ、市民の常識に、えー、それこそ連合も野党も立ち返っていただき、えー、市民の方もお、ま、負けずに負けずに頑張りたいと、えー、頑張りましょう,う、ね、頑張るだってね、まあ、駅前で演説してる政治家をちょっと励ましてやるとかねそうちょっと待ってって握手をしてもらうとかそれだけでもね全く無反応の人が朝。 朝立ってるとどんどん流れていってしまう中に振り返ってにっこりしてくれる人が一人いるだけでも元気はなりますよね、うんそうそう。大きな意味があるんです。うん、はい。ということで、えー、今日も長時間にわたりましたが、山口先生のお話を伺いました。はい、また来月は都,都議選も終わった後、はい、オリンピックに突入してるかもしれません。その状況でまたどうなってるかを伺いたいと思います。はいはい、先生、またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。